おじさん、ご飯まだ？今真剣なんだ。話しかけるな。こら、ダメでしょ、太一。痛いよ、姉ちゃん。ご飯作ってる時は邪魔しちゃダメって言ったのに。ほら、晩ご飯までみんなで遊んできなさい。まだダメ。みんな揃ってからってルールでしょ。はーい。うわ、カレーだ。早く食べたい。お腹すいた。集まったわね。あれ、泉は？え、泉ちゃんどこだろう。知らない。シロ、あんた今日学校から一緒に帰ってこなかった？うん、帰ってきたけど。ん？どうした、シロ、知らないのか？知らない。どこ行っちゃったんだろう。いいじゃん、先に食べちゃおうよ。そうだよ、別に大丈夫だって。おじさん、どうする？よし、探してこよう。お前たちは食べてていいぞ。はーい、いただきます。さあさあ、
私、頑張る。ああ、俺はお前のお父さんにはなれない。でもお前がこの朝顔に来た時から家族だと思っている。おじさん、泉ちゃん、みんなが待ってるよ。朝顔に戻ろう。ほら、泣かないで。もう今日はカレーだ。戻って腹いっぱい食べよう。お前ら、泉がいねえのに食べられないからな。もうお腹ペコペコだよ。いいから早く座れ。こっちおいで、泉ちゃん。早く早く。うん。おじさん、早く早く食べようよ。ああ、よし、それじゃあ、いただきます。おいしいね。うん。おじさん、またこれが。立ち退きって書いてあるけど、私たち出ていかないといけないのかな。最近知らない男の人たちもよく来ているみたいだし、朝顔のみんなも怖がってるんだよ。ちょっと様子を見てくる。あ、やべえ、おい、右入った、来る。はい。
ほら
動く気しねえな。よう、チンピラ。ああ、さっきの。なんだ、おっさん。お前ら、流動一家の若いのじゃねえのか。あ？だったらどうした？ちゃんと賃貸料払っている仇に、いきなりこんなもんちらつかせて、どういう了見だ？は、仇だと？笑わせんな。背中にあんなもんもん背負ってる仇がどこにいるってんだ。とにかく子供たちが怖がってるんだ。もう二度と顔見せるんじゃねえ。俺らはな、内地からシャシャリ出てきたやつが大嫌いなんだよ。とっとと沖縄から出ていけ。それが立ち退きの理由か。さあな、どうしても知りてえなら直接親父に聞くんだな。ちょっと待て。どこへ行く気だ。流動一家の事務所、お前らの親父とやらに会いに行く。あ、兄貴、今すぐ組に連絡を。あ、わざわざ組に連絡入れるようなことするんじゃねえ。俺らの仕事はあんたの監視だ。だが、好き勝手に事務所に行ってもらうような真似されちゃ困るんだよ。そんなことされたら俺の顔が潰れちまう。じゃあどうすればいい。どうしても生きてえってなら、俺を倒してからにしな。ほう、そんなことでいいのか。なめた口聞いてんじゃねえぞ、おっさん。てめえ、頭に本当に勝てると思ってんのか。頭？そうだ。兄貴は天下の流動一家の若頭、捨て頃のハブこと島袋力也さんだ。それでもやるって言うのか、おっさん。やめとけ。ああ、お前自分の顔潰したくないんだろう。そんなこと言ってやめようとしてんじゃねえよ、腰抜けのおっさん。沖縄じゃどれだけ有名か知らねえが、そんな脅しが通るほど世の中甘くねえぜ。持ってろ。どうだ、なかなか立派な蛇だな。違うわ、ボケ。蛇じゃねえよ、ハブ。ハブだ、ハブ。捨て頃のハブっつってんだろ。ハブも蛇も同じだろ。違うわ、ハブは沖縄の魂だ。俺は沖縄の心背負ってんだよ。相当地元のことを好きなんだな。そうよ、内地のあんたに本物の沖縄もんの強さを教えてやるぜ。ミケオ、てめえは絶対に手出すな。あ、はい。覚悟はいいな。ああ、行くぜ。遺体を見せてやるぜ。
どうだ、内地の腰抜けのおっさんのパンチは痛かったか。約束だ、お前の親父んところに案内してもらおうか。はい、わかりました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。こちらです。どうぞ。今親父を呼んできます。少しお待ちください。させたな、客人。あんたが桐生さんか。うちの力屋がかわがってもらってようだな。あんたに話があってきた。ああ、立ち退きの件だろ。そうだ。どうして俺らが立ち退かなきゃならないのか、訳が知りたい。サキ、おいサキ、ちょっとこのおじちゃんと話があるんだ。部屋に戻っててもらえるかな。
理由は分かった。どうか。それじゃ断る。ああ、なんだと。あんたの言い分は通っている。だがな、所詮それは極道の勝手な都合ってやつだ。何？俺も昔は極道だった。他人の生活に土足で踏み込んでは何かと理由をつけていいようにことを運ばせていた。だがな、そんな俺たちの事情で振り回された子供はどうなるんだ。俺はな、ここで施設をやっているうちはあいつらをそういう目に遭わせたくねえ。話は終わりだ。帰らせてもらう。おいこら、ちょっと待て。沖縄で生まれて60年、内地から来たガキに説教されるほど老いぼれちゃいねえ。あんた本当にそれでいいと思っているのか。ああ、今俺をここで殺して子供たちを追い出して、あんたそれで満足なのか。沖縄のことを愛しているなら俺たちを立ち退かせることよりももっと他に考えることがあるんじゃないのか。あんたが暴力で向かってくるなら構わない。そん時はこっちも手加減なしにやらせてもらうぜ。